じゃーん。本日の朝食、クロワッサンと目玉焼きとヨーグルトとガスズ野菜ジュース。ちなみにこのクロワッサン今オーブンで焼きたてです。トレジョね。ん？トレジョ。トレジョのやつらしいです。なんかネズミさんがすごいグッズを手に入れたようです。これ何ですか？え？これ何？あ、これは、はい、じゃじゃーん、ベルベティスタ、チョコレートミルク作る機械なんだけど、うん、私はこれを抹茶ラテを作りたくて買いました。さあもう歯を磨いてる間に完成しました。じゃーん。これを実際何やってんだろうね。かあれシェイクしてるだけ。シェイクっていうか、温めながら。じゃ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 ーん。ほんとちょうど一杯なんだ。うん、楽だね。楽。匂いがブルーボトル。じゃあちょっとこのドリキンマグカップで、抹茶ラテいただきます。おお、ブルーボトルいらず。ちゃんとあったかいよね。うん、ちょうどいい。まんま、まんまだよ。あのブルーボトルのカップに入れて出されたら分かんないレベル。あ、これいいっすね。いいよね。うまい。じゃあちょっと抹茶ラテがいつでも飲めるようになった幸せ、仕事してこよう。こんにちは、ドリキンです。微妙なテンションで今日はお送りしたいと思います。というのもですね、あの昨日ちょっと開封して紹介したこの AT&T の、光回線、ついにあのうちにも、光回線が、あの真の、光回線が入ってきて、まあ日本だともう今って 10Gbps とかいう回線もあるみたいですけど、まあようやく 1Gbps、 1Gbps の、光回線が来ました。来まして、で、昨日ちょっともうあの AT&T のモデも開封したところ紹介したんですけど、一応あれ送られてきて、あれセルフインストレーションでやれって書いてあって、まあ、あの、普通だと、今までだと、ケーブルモデム何にしても、その、コムキャストとか、その、一応その、ISP の人が来て、設置作業をしてくれるっていうのをやってたんですけど、まあ、そのコロナが影響してるのか、あの、プロセスが最適化されてるのかわかんないですけど、まあ、今回に関しては、セルフインストレーションでモデムがボンと送られてきて、で、自分でやってくださいと。ただ、実際にはあのクローゼットの裏に配電盤みたいな、そのネットの配電盤みたいなのがあって、まあそこにそのモデムを設置してやるんですけど、こういう部屋の各部屋にイーサーのこうモジュールが出てるんですね、口が。で、うちは結構、比較的新しいアパートだから、もう部屋の至るところにそのイーサーのモジュールが出てるんですけど、そこに配線するのとかは、やっぱり結構自分では難しいんじゃないかなと思ってたんで、まあ業者来る、結局モデムは来るけど、同僚とかに聞いても、結局電話して、プロの人に設置してもらったみたいな話も聞いてたんで、まあ昨日モデム来て開封はしたけど、難しいかなと思ってたんですけど、まあ夜中に、あの、ふと、本当に夜中に、ふと、まあちょっと一回自分で見てみるかって急に気が向いたんで、クローゼットの、ネズミさんの奥のクローゼットのところ開けて、なんか、パネルがあって、本当にブレーカー室みたいなところにパカッて開けると、あのケーブルが、モデム系がいっぱい置いてあるところがあったんで見てみたら、なんか本当に簡単に、でなんかすごい丁寧に部屋の地図に、この部屋のちゃんと見取り図に、このポートに、このイーサポートにつなぐとここの、部屋の口につながりますよみたいな、ちゃんとこうマップとかもあったんで、なんか単純にその機械つなげて、で、その機械から出てるイーサーポートを、そのハブの、なんか配電盤のところにハブの口みたいなのがあって、指定されたポートに、これつなげてあげれば、その指定された口から出てくるみたいな、すごい、あ、確かに全然自分でできちゃうな、みたいな感じで。で、あと、しかもすごいよくできてるなと思ったのが、このアプリなんですよ。この全部セットアップが、アプリベースでやるんですけど、もうね、これ、AT&T すごいなと思って、これもしかしたらなんか、
昔あの Google Wi-Fi 持ってた時のインターフェースにすごい似てるから、なんか Google のなんかソフトウェア OEM で使ってんじゃないかなって勝手に何の根拠もなく思ってるんですけど、めちゃくちゃユーザーインターフェースもよくできてて、あの基本的にルーターの設定とかあのセットアップ全部このモバイルアプリでやるんですよ。なんか普通だったらあのウェブインターフェースで繋いで、なんとかネット繋いだら PC からあの 192.168.1.0 とか、あ 1.1 とかなんか 0.1 とかいう URL 叩いて、そこでウェブのインターフェースでいろいろ設定するみたいなイメージだと思うんですけど、もうなんか完全にこのアプリに隠蔽されてて、でちゃんとアプリ入れとくと、まあ、そもそも入れてインストラクションもアプリで見ながら、その自分でこれをこのケーブルアップに繋いでくださいみたいな、こう図示したやつが出てきて、で最後全部ここまで行きました、電源入れましたねって言ったら OK と押すと、なんかサーバー向こう側のアクティベーションプロセスが始まってネットが開通するみたいな、めちゃくちゃよくできてました。で実際にそれで、でもう一回アクティベーションされると新しいデバイスが HDMI で、あ HDCP、DHCP で新しいデバイスが IP アドレスを取得して繋がった瞬間にノーティフィケーションで新規デバイスが追加されました、追加されましたみたいなメッセージが来るようになって、本当にここでなんかこんな感じで一覧でアプリが管理できて、でかつこの例えばホームポットだったらホームポットは、こんな IP になっててみたいな、でこれここにプライオリタイズみたいなボタンがあって、これクリックすると、なんか2時間だかだけ QoS の優先度が上がって、まあ多分ビデオ会議とかするときに押しとくと、回線が、待機が優先的に確保されるみたいなのとか、めちゃくちゃよくできてました。ということで、じゃんと見てください。実際にこのスピードテストしてみたいと思います。これ、ダンと。これもアプリ上でできるんですけど、こんな感じでやると、997メガ。下りが今、997メガのダウンロードスピードで、来た !910 メガ。上りも910メガ BPS で、なんと、文字通り 1GBPS 出てるっていう。これ素晴らしくないですか？光ファイバーで、本当にギガビット回線の帯域のネットワークが開通しました。いや、もう本当に、バッチリです。バッチリ。と言いたいんですが、今日はこれからまたこっからがオチみたいになってるんですけど、非常に、ここまではスムーズに話が進んでるんですが、じゃんと、これ新しいデスクトップ、僕のメイン PC ですけど、この PC でちょっとスピードをテストしてみていいですか？これ一番メジャーだと思うんですけど、スピードテスト .net のサイトでドンってやると、これがね、見てください。ピンの反応速度2ミリセックでめっちゃ速いでしょ。そしてダウンロードもさっきのと一緒で、有線で来てるんで、こちらはちゃんと、ここの回線の根元とほぼ同じ、940メガ BPS ぐらい出てるんですけど、ドンと。わかります？これ。アップロードが、なんかこの状態なんです。アップロードテストがエラーになってしまうっていう。なぜか、アップロードのテストが、この PC デスクトップでは、もういろいろ試して、僕も一応ネットワークエンジニアとして、少なからず知識があるので、もちろん DNS をキャッシュクリアするとか、もうインターフェースドライバー、入れ直すとか設定一回リセットするとか、まあ、散々いろいろやって、まあ、思いつくものは一通りやったんですけど、まあ何せこのデスクトップでは、スピードテストにおいては上りがゼロで、別にねこれ実があるかっていうと、実害はないんですよ。なんか他の普通の一般サイトとかビデオ会議とかしてても明らかに回線速くなって安定してもう快適なんですけど、なぜかこのスピードテスト、あとクラウドフレアのスピードテストとかも動かないんで、なんかスピードテストサイト限定で今のところ、問題が起きてます。これがね、まあ実害がないってさっきも言ったんですけど、なんかこう、まあ、中途半端に、まあもちろんこの知識があるっていうのもあるし、まあこの状況を理解してしまったかせいで、もうモヤモヤ感がわかりますかね、このモヤモヤ感。
半端じゃないですよ、もやもや感が。なんかそれで今日一日ずーっと仕事の合間もなんかいろいろ試してたんですけど、結局原因がわからずに、まあでも明らかに、あ、そうだ、じゃあちょっとこれ見てください。じゃんと。MacBook Pro。M1 MacBook Pro ですけど、これで同じテストしてみましょう。これでドンと。これも今ギガビットのイーサーを有線で繋いでる状態でテストしてると、やっぱピンのこのレイテンシーはめちゃくちゃ短くて、もう2ミリセックという素晴らしい状態で、ダウンロードもまあ900メガ超え。ここら辺問題ないですよね。で、上り、いざどうなるか、ダーンって来ると、見てください、これ。上りの回線、900メガ超え。これ、下り以上にスピード出てるっていう。こんな感じで、この M1 MacBook Pro に、ギガビットイーサーのあの例の QNAP のアダプターつけて、スピードテストしてる限りは、ちゃんと文字通り、ギガビット回線のスピードが出てるんですよね。これがまた余計に気分が悪いっていう。なので、これも完全に、まあこのマシン特有の問題なんですよ。他のマシンでもいくつか試したんですけど、基本的には今回新しく作った、このデスクトップで問題が起きてるんですよね。ちょっと旧デスクトップもまだ、火を入れてないんですけど、また稼働させてそれでも試してみたいなと思うんですけど、なぜか、旧デスクトップで、新しいデスクトップでだけ、この問題が起きてて、もうちょっと今お手上げ状態で、もうちょっと、煮詰まってきてるから、もう今日は本当に諦めようと思ってるんですけど、でもこの手のやつって本当諦めが悪いんで僕も、結局ずーっとこれが分かりまでもやもやしちゃうんですけど、まあとりあえずそんな感じで、今日はひたすらそれをしてたら、一日が終わってしまったんで、ただただ僕のぼやきにはなってしまったんですけど、まあともあれ回線は、かなり速くなったんで、これ YouTube のアップロードとか、あと YouTube ライブ、これが安定さえすればもう劇的にもう 8K 配信もできちゃうんじゃないかぐらい、機材ないですけど、回線的には 8K でも、できるぐらい、まあ少なくとも 4K 相当高画質で、配信できる回線は得たと思うので、ちょっと積極的にまた配信とか、やっていきたいとは思うんですけど、まあ今日の状況報告としてはそんな感じですかね。じゃあやりますよ。はい。今日のドリクッキング。今日晩飯作ってないから。なんでもドリつけりゃいいね。覚えて、なんかこの辺のマックスっていうところにやればいいんじゃん。そう。これ2倍にしてさ、2杯同時にいけないの？攪拌が、あと、温度とか、あんじゃない？攪拌って言うの、なんつうの、こう、混ぜ混ぜの。これに、この抹茶、うん、パウダー、そう。すごいね。極めて適当。どのくらい？え？適当。これ結構飛ぶな。そうそう。抹茶だからいいや。もうそれ最後じゃない？いや、まだいけるよ。嘘。うん、これ入れて、あ、3、3、4回切る。あ、本当に？これで1回取る。どのくらい入れてんの？ちょっと見せて。あ、結構入れてんね。うん、結構入れてる。入れすぎじゃね？でしょ？入れすぎだよ。でしょ？で？贅沢だね。贅沢三昧。贅沢三昧に行きます。松尾カップに。うん。あ、なんかすごいぐるぐるしてる。どうしちゃダメでしょうかよ。何やってんの？いいの？蓋した？蓋してない。じゃあもう変な、うん、見てこれちょっと撮って。何？柱の上のところに抹茶かけたら、うん、全然落ちないから、うん、辛いねこれ。そうだよ。ほら。で後で牛乳そこにかぶっちゃったらいいね。これであったかくなってんだね。うん。それにさ2分って早くない？早い。2分半か。いいよ、壊れっかやめて。これでできちゃうのは相当楽で。でしょ、うん、すごいいいと思う。なんか鍋使わなくていい。ハンドル意味ない。え、ほら、だって、そこ入れるから。おしゃれだ、おしゃれなのかも。デザイン的な？このままこうやってこうやるんだけど。そうだね、そこ熱くないもんね。うん、触って熱くない？全然熱くない、うん。むしろ冷たい。そっか。
え、これずっと2分見てんのこれ。うん。なんか小話してみ。なんだその。ちょっとね、一回そこ、下に落ちてるから。落ちてない。ウケる。今は見逃さなかった。何動画に証拠残ってます。残ってギリギリ起こる。違う違う。今その段階で下に落ちてるから。落ちてないよ。ウケる。何何そのなんか一回、カーブ。カーブじゃない。ここ、こう通んないから、そうやっただけで。やだー。いつもそうだよね、なんか。ああ、だいぶ変わってきた。すごいね。うん。これ本来はチョコレートドリンクを作るマシーンなんで、うん、私は気づいてしまった。これでラテ入れたらいけんじゃねえかっていう。それ朝も撮ったからさ。嘘。朝覚えてない言っちゃった多分。あ、そうなんだ。同じこと言ってる。あ、もう、ま、見えなくなった、なんか。何が？蒸気で曇って。おお。ってことはだいぶ熱くなってきてるってことですね。へえ。なんかピント合ってなさそうだな。え、これピント結構あるの？いや、そんな近くまで寄れないと思うんですよ。あ、そうなんだ。わからない気がする。まあ保険があるからほら朝撮ってるって。いや、カットするよこれ。結構かかりますよ。2分経った？わかんない。私の時、あっという間なんだけど。撮影時間見ればわかんじゃん。もう、把握してないね。え ?3 時49、3分51分。おー、じゃあ2分は撮ってんじゃない？うん。あ、来た。ほら。来たー。はい、じゃあ寄ります。はい。おー、すごい。はい、すごい。あ、ハンドル便利だった。これで？うん。一日何杯も飲んでいいのか問題あるけどね。あ、ぴったりですよ。うん。これお店いらず。あ、抹茶の量もいいと思うよ、多分。本当？濃い方がいいってこと？多分ね。朝のあなたが、どのくらい入れればいいか分かんなくなった気持ちが分かるの。そう、一回ごとに洗うのかな？ちょ、舐めた手でまたそこにつけないで。いいじゃん、唾が。自分が飲むんだよ。あ、そうだ。わかんねえ、これ。ね。多少あれでもいいと思うよ、そんな。どんくらい入れてんの？結構入れてんですよ。あ、ほんとだ。結構入れてんね、うん。そんなに入れてないよ。でしょ？うん。なんかケチってんな、これ。ケチってはないんだけど、まあ、ケチったね。だからちょっとしかないから。そんなに入れてもどうなんだろう、味変わんないんじゃないかなっていう。はい、はい、今5分21秒だったからもういいよ。2本丸々は長いでしょ。長いね。カットされるレベル。カットしますよ、だってこれ飲んでみればいい。うん、飲んでみて。飲んでみたら。あ、そう。こっち飲むから。うん。松尾タイプにして。はい。じゃあこの感想を飲んでみて。はい、じゃあいただきます。はい。うん。あ、濃くなってる。ちょうどいいっしょ。うん、ちょうどいい。うん。色味がだちょうどいいもん。うん。確かに薄かったね。朝ケチちゃった。朝薄かった。美味しい。じゃあちょっともう一杯作っていただきます。じゃあ朝よりちょっと抹茶多めで。うん、うまい。うん、抹茶いくら入れても大丈夫な感じ。ね。じゃーん、見てください。意地で上り下り900メガ台出しました。いや、めっちゃスッキリ。理由はこの10ギガビットの、イーサーアダプターのプロパティにこれTCP UDP チェックサムオフロードっていう機能があって、これを無効にしたっていう。これを無効にしたら問題なくなりました。いや、もうこの晴れやかな顔見てくださいよ。なんで見つけたかって、もう単に一度冷静になって問題を切り分けてっただけなんですけど、まず Wi-Fi でやったら、あ、Wi-Fi は問題ない。で、ギガビットのイーサーでも問題なくて、10ギガビットのリスアダプター使ってる時だけこの問題が出てることに気づいたんで、もうあとはこれもアダプターの
なんかプロパティの設定だなと思って、ひたすら、あとあんまりもう理由もなく、上から一個一個、機能有効無効チェックしてたら、なんか TCP チェックサムオフロードっていうのの、しかも IPv4 の、まあ V6 はただ単に、使ってなかっただけかもしれないですけど、IPv4 の TCP オフロードチェックサムってやつを無効にしたら、問題解決しました。で、なんかいろいろ僕もあんまりそこら辺は詳しくないんですけど、まあ、基本的にはそういう、パケットの整合性とかをネットワークインターフェース側でチェックするような機構なんですけど、まあ、それやっとくと CPU の負荷とかが減らせて、ネットワークのインターフェース側でそういう、処理をしてくれるんで、まあ、いいっていうのが、まあ、元々の発想みたいですけど、今時はもう CPU も早いし、なんか結構 OS とかもどんどん最適化されてるんで、もうこの手のチェックサム機能を全部無効にしちゃった方がいいよ、みたいな、ネットワークの、ウェブ上の記事もあったりしたんで、とりあえず、まあ、まず少なくとも、この IPv4 のチェックサムを外さないと、まともにネットワーク使えないんですけど、まあ他のなんかチェックサム系の項目はとりあえず一旦全部ディセーブルにして、しばらく様子見ようと思います。いやー、すっきりした。本当にすっきりしました。これで名実ともにギガビット回線、ついに来たので、これは結構変わるんじゃないですか、2021年。なんかいろいろネットが速くなっただけで自分の能力があたかも上がったかのような錯覚すら起こす今日この頃ですが、この回線もっと活用していければと思ってます。いや、本当に。いや、本当よかったです。今日中に解決できて本当よかった。これもずーっともやもやして続いて、毎日もやもやしているのはすごい嫌だなと思ってたんで、本当によかった。Yeah, such a clapClap, cause I'm feeling